TOEIC 公開テストの結果公開でございます。坂上さんの TOEIC プロジェクト速報ありますから。今回の、結果ので始まりました。もちチャンネルです。さあ、やってまいりました。いよいよですね。はい。TOEIC 公開テストの結果公開でございます。なんか公開2回って変な感じがしますけど、また回数忘れてしまいました。だいたい TOEIC の感想って打てば自分の動画が出てくる290回ですね。はい。3月20日午前第290回 TOEIC 公開テストの結果発表になります。いつもながら届きましたんで、はい。開けます。いよいよ。そうですね、発表しましたんで、今年中に100回満点取れなかったらもうTOEIC引退しますってね、出したんで、本当に負けられない戦いです。まあそんなん余裕で取れるだろうって言われたけど、いや、やっぱなんかね、プレッシャー与えないとできないと思うんで、一生懸命頑張る理由がないんで、このね、はっきりとこう宣言しましたんで、はい。で、3月のその感想の動画見たら、リスニングが難かったって言ってたね。リーディングは簡単だったけど、リスニングがそれぞれのパートで分かんないとこがあったって言ってたんで、どうなってたのかね。まあ、リーディングはね、優しいよりも難しい時の方が満点取れるんで、まあ、TOEIC って偏差値みたいなもんですから、全問正解しなくても満点取れるんで、難しい時の方が2問ミスとかでね、満点出たりするんで、簡単な時って全問正解しないと大体満点出ないってことが多いんですよね。だからそのミスしちゃう人間だから、簡単な時ほど取りにくいって感じです。では、行きましょう。あ、また出た。公式ラーニングの CM。スコアの見方。もう、昔のように平均はいくつとかっていうのは入っていません。昔は入ってたのにね。では、行きます。はい、それでは、行きますよ。今回の、ここどうどうあ、行ってる。はい。満点です。やったー。ということで98回目ですね。98回ってことはあと2回か。よし。なんか多くの人が言ってる運極、運極って何なんだって思って調べたら、モンストかなんかのやつでレベル最高にするのが99なんでね、それを運極っていうらしい。読み方合ってるのか分かんないけど、はい。ということで、あと1回で99、あと2回で100です。当たり前か。よっしゃー、できたー。ここで動画をやめないでね、見るの。お知らせありますから、後ろに坂上さんのTOEIC プロジェクト速報ありますから見てね、最後まで。はい、じゃあアビメ見ますね。正答率ですよ。はい、ではアビメいきたいと思います。リスニングこう。あー、なんかバラバラだな。100、100、94、96、100ですね。はい。2問ぐらいかな、間違ってるのは多分。2問か3問ぐらいってこと。短いやつ。だパート2か1か。でも間違ったし、パート3、4の。意外と3、4大丈夫だったね。わかんなかったのが複数あったけど、1問で済んだんだね。はい。では、リーディング見ます。リーディングは、こうです。こう。あ、全問正解だ。100、100、100、100、100。はい。やっぱり、今回簡単だったんで、全問正解いかないと取れないんじゃないかなと思ってたんで、よかった。無事。よかった。全部正解することができました。よかった。わー、でもリスニングむずいな。取りたかったな。リスニングのやっぱレベル上がってるね。なかなか、厄介でした。はい。ということで、98回目の満点でした。では、坂上さん情報をですね、言っておきたいと思います。坂上さんのTOEIC プロジェクト、はい、5月にTOEIC。受ける予定です。まあ、一応、松原さん曰く、そう、ベーシスの方でね、坂上さんの面倒を見ますって言ってたんで、まだ始まってはいないみたい、始まってんのかな？なんですけど、はい、いろいろとベーシスの方で坂上さんの面倒を見ていくということでした。まあ、そんなの大したお知らせじゃないじゃんって思うんで、もう一個ちゃんとしたお知らせを言っておきますね。森鉄坂上、バスケットボール対決します。え？聞いてない？望んでない？聞いてなくても望んでなくてもやります。はい。ということで坂上さんと約束してまいりましたんで、もうコートも抑えました。でびっくりしたのが、そうこのね、日程合わせて、じゃあこの時にコート取るよって言って、バスケットボールのコート取って、はい、 OK ですって言って取ったら、その後で、ああ、その時間違う人たちとバスケしてる時間なんで無理ですって来て、おいみたいなね。もう予約してお金も振り込んじゃってるよって
って、まあそこの場所に電話かけてね、メールかな？メールで、ちょっと無理なんですって言って、時間ずらしてもいいですかって言ったらね、電話かかってきて、はい、時間変えてくれました。ということで、対決やります。まあただね、バスケやってもつまんないんで、自分が負けるだけじゃないですか、単なる。それじゃ面白くないんで、ちゃんとハンデをいろいろ考えてね、対決しようと思ってますので、はい、どういった対決になるかはぜひお楽しみにしておいてください。まあ当日はね、平先生にもちょっと手伝って撮影やろうかなと思っております。で、まあ、坂井さんのちょっとじゃあ、ね、大学生活どうなってんだっていうのもね、ちょっとまあもう、興味ない人も多いかもしれないですけど、まあまだサークルは入ってないって言ってたんだけど、まあそう正式には入ってないって言ってて、まあバスケやんのかな？まあわかんない。でもラップやるからラップのサークルに入るのかわかんないですけど、まあその辺は、そのバスケ対決の時に会った時にね、喋ろうかなと思ってます。まあ一応トイックプロジェクトで追ってきますけど、そんななんか今までみたいにね、毎週のようにこう動画出るとかっていうことはありませんので、でもまあ大学生活を楽しんでもらいたいと思ってるので、自分自身もね。まあプラスでね、トイックはただ勉強してほしいし、まあ早稲田スポカー諦めてるわけじゃないんで、いい成績取ってほしいんで、やっぱり、きちんと勉強もしてほしいと思ってるんで。で、時間割見せてもらったけど、結構あのスポーツ系のやつとか入ってた。授業入れてて、あ、スポーツのやっぱ授業取りたいんだなっていうのはね、分かったし、あとね、韓国語取ってたんだよね。そう。で、お韓国語取ってんじゃんみたいなね。ああ、そうか、俺がね、韓国語できるからかって思って。そうか、ちょっと憧れちゃってんのかなって思ってね、聞いたんですよ。なんつったんだっけな。それで、お韓国語だし、みたいなね、言ったんですよ。そしたら、スペイン語がなかったんでって返ってきた。なんじゃそれみたいな。なんつー会話だよ。スペイン語なかったんで韓国語にしましたって、ね。消去法会、みたいなね。まあ、そう言われれば、2回何にしたらいいかって話したことがあるような気がするんですよ。別に動画回ってない時に。うん。スペイン語だったら、まあ発音が簡単だよって言った気がするんだよね。一番簡単なのがスペイン語。まあ一番簡単ですかね。あの、ルルルっていうね、巻き舌さえできればいいんで。で、韓国語に関しては、文法が簡単だからって言ってたんだよね、確かね。それをもしかしたら覚えてて、じゃあスペイン語っていう感じだったのかね。まあ、バイト、まだ、始めてないって言った。その前に、そのビリオジとね、このバンジージャンプのね、ビリオジの車で、タワシさんとかと行った時は、一人暮らしするか、実家で暮らすか、ちょっとね、悩んでるって言ってて、自分は一人暮らししたいんだけど、家の近くに、中央に通ってる人がいて、その人が通えるっていうのが親にバレてるから、一人暮らしさせてくれないかもしんない、どうしよう、みたいに言ってたね。そのバイトすればいいじゃん、みたいな話して、まだバイト、決まってないっつってたからね。まあ、国立校ではしないと思います。英語のできないから。英文法できないから。なんですが、はい。そういう形になります。で、まあ、トイック受けたら、トイック受けた結果、みたいな感じで、そこは追っていきますので。わかんないです。まあ、本人がもう、嫌です。英語なんかやりたくないですって言ったら、別に強制する気も何もないので、ただただ頑張って受けてもらえればいいんじゃないかなと思います。うん、なんか強制的にさ、毎月受けさせるとかもしないので、まあ、自分のペースで、頑張ってやってもらえればと思ってます。はい。次回のトイックも私受けますから、ぜひ受ける皆様、一緒に頑張りましょう。あ、頑張りましょうって言っちゃいけないんだよね。具体的な目標っていう、ドラゴン桜スタイルで。目標点に向かって走りましょう。勉強していきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. よし。やったぞ。